本庄さんが出るまでの間こういったものでつないでいけるという意味で経済を切れ目なくという点においてはあの額としてもスピード感もあって事業の内容もあの悪くないと思いますね。補正予算案の柱は地方自治体への交付金4200億円で商品券などの消費刺激策や東京から故郷への就職など地方活性化を後押しします。一方効果が出るまで時間のかかる公共事業はおよそ3300億円に抑えました。財源には税収の上振れ分1兆7000億円と去年の予算の余りを充てます。